ラクダのコブには水が入っている。マルかバツか。正解はバツです。ラクダのコブの中には脂肪が入っています。体に必要な栄養を脂肪に変えてコブの中に溜め込んでいます。長い間何も食べないでいるとコブの脂肪が少しずつ使われて小さくなっていきます。イーゼル芸術工房です。ハンマーガールゼットです。マイドリームスです。私たち毎週末通天閣地下スタジオ通天にてフリーライブを行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房のマンスリーライブがあります。私たちも出演します。イエーイ。ライブの詳細は概要欄をチェックしてください。みんなで一緒に盛り上がりましょう。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。